ネーレスハイムは、ドイツビュルテンベルク州シュトットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属する市である。ネーレスハイムは、アーレント・ネルトリンゲンとの間、シュベービッシェアルプ東部のヘルツフェルトの中心部に位置する。ネーレスハイムやその周辺には、数多くの水源があり、ここから発したエーガウ川は、約40キロメートル先のギリンゲン近郊で、ドナウ川に注ぐ。本市は、 北はボップフィンゲン及びリースビュルク、東はネルトリンゲン、エーダーハイム、ホルハイム、南はディシンゲン、ナットハイム、ハイデンハイム湾でアブレンツで旅客輸送の他にトゥルンウントタクシスの森に囲まれたネーレスハイムからの木材輸送や採石場からの石灰石輸送に利用された。鉄道の営業は1972年に廃止されたが一部区間は2001年に 保存鉄道として営業が再開された。1945年農業を主体としていたこの町の人口約900人の主流は、それと同じ程度の人数の難民を受け入れなければならなかった。バーデンビュルテンベルク州の地域再編に伴い、1971年1月1日にシュバインドルフとケイジンゲンがこの町に合併した。 1972年3月1日にドルフメルキンゲンが同年5月1日にはエルヒンゲン・アウフデム・ヘルツフェルトが1975年1月1日にはオーメンハイムが合併した。1958年にヘルツフェルトは当時の州政府によって開発地域に指定されネーレスハイムを中心とする市町村は自治体の行政措置に大規模な振興策を盛り込んだ。 何よりもまずインフラ整備が必要であった。特に水供給手段と汚水処理場を含む下水道施設が早急に整備され、ついで学校やスポーツ施設が新設あるいは改修された。工業系企業の定着の試みはあまり成功せず、多くは数年後に挫折していった。それにもかかわらず、町の中心から外れたゾール住宅地では活発な建設が行われた。 ネーレスハイムは学校があることからハイデンハイムやアーレンの工業系企業への通勤者に人気の住宅地となった。街の中心部、本来のメインストリートは錆びれていき一部が崩壊した。1980年からやっと都市建設推進計画に基づく視聴者の修復、マリエン広場やマルクト通りの再構成、倒壊しかけた建物の取り壊しや修復を含む 都市再建が始まった。この再建はまだ完了していないが、中心街はすでに活気を取り戻している。一方、町の入り口のヘルツフェルトの中心部にあたるキューアップ社の敷地に小売チェーン店や商店の小さなコロニーが形成された。ネーレスハイムではベネディクト修道院によってカトリックの信仰が深く根付いている。福音主義信者たちはわずかな人数ではあったが、 精力的に活動し、市庁舎内に固有の礼拝室を獲得していた。市流には二つのカトリックの教会堂がある。1970年代までカトリックの都市教区司祭は家や病院を訪ねて祈りを捧げた。彼らに会うと男性の通行人は帽子を脱いで女性たちはひざまずいて挨拶したものであった。市内の各宿部にも固有の教会があり、 その信仰に深く根ざしている。カトリック教会はいずれも、ロッテンブルク・シュトットガルト市教区オストアルプ、主席司祭区に属す。例外はもともと福音主義のネルトリンゲンに属していたシュバインドルーフで、この集落は、教会があるヘルツフェルトにおける福音主義信者の離島であり、ネーレスハイムの数少ない福音主義信者も管轄していた。 第二次世界大戦を流入した難民によって、福音主義者の比率は25%まで増加した。シュバインドルフの牧師バーグナーによって、最初の礼拝がなされた。その後1956年に副牧師のエーバーハルトガイアーが、他の集落にも、教区を広げ、ゾウルの兄弟、シマインの家を創設した。その後ガイアーは、牧師となり、その経営的才能とエネルギーを、 教会の建設に注いだ。ベネディクト会修道院は、市議会に議席と投票権を有し、町の政治や発展に影響力を発揮していた。これは、変化に対して慎重な姿勢をこの地域にもたらした。このため修道院は、自然に親しむ人気の保養地の中心となっている。ネイレスハイムのメインストリートと、市庁舎。市議会は、 市議会議員選挙で選出されたこれらの議員と議長を務める市長で構成されている。市長は市議会での投票権を有している。図柄、金字と赤字に上下に分割。中央に青い小立上部は赤の、下部は金色で逆向きの鉄兜と型図形がそれぞれ一列配されている。小立ての左右両側は外側を向いた鉄兜と型図形が 上下に分割され、それぞれの字色と反対の色で塗り分けられている。さらに紋章は、端から、端までを貫く銀の斜め十字で覆われている。この町を連邦道 B466 号線が、通っている。約10キロメートル離れたハイデンハイムインターチェンジ、およびアーレンインターチェンジを経由して、アウトバーン7号線に接続する。アーレン、ボブフィンゲン、ディシンゲン、 ハイデンハイム湾でアブレンツ行きの路線バスがあり、これらは各市区をも結んでいる。1972年まではネーレスハイムにもヘルツフェルト鉄道が通っており、鉄道網と結ばれていた。ネーレスハイムのグライダー飛行場ネーレスハイムにはグライダー飛行場があり、エルヒンゲン地区には長さ950メートル、幅25メートルの滑走路を持つアーレン。 航空スポーツリングのアーレンハイデンハイム飛行場がある。うっつめ人間の北西、北緯48度49分48秒時計10度25分10秒、北緯48.8300度時計10.41944度、統計 10. 4度、48. 8 8 3零0 0 1 0 4 1 9 4 4コーディネーツ、関数に無効な引数が渡されましたに、 コールサイン NDG のラジオビーコンがある。この町で最大の工業系企業が、ブルーのバイサーによって1946年に設立された2つの企業、バイサー出封ウレンケルペイとバイサー合成樹種加工で合わせて約300人の従業員を雇用している。この他に金属加工業者、手工業者、サービス業者が、 ネーレスハイム中核市区と地区部の二つの工業地域に存在している。ネーレスハイムには区裁判所と交渉人役場がある。この裁判所は、シュトットガルト上級地方裁判所、エルバンゲン地方裁判所管区に属す。本市は、カトリックのロッテンブルクシュトットガルト市教区、ネーレスハイム首席主催区の本部所在地であった。この首席主催区は、2006年、アーレン、 エルバンゲン、シュベービッシュグミュントの首席主催区と統合され、オストアルプ首席主催区を形成した。ネーレスハイムには、基礎家庭学校や、本家庭学校のほかに、実家学校や長い伝統を持つギムナジウムがある。1846年、ネーレスハイムは、当時数百人程度の人口でありその後も、ゆっくりとした増加であったにもかかわらず、上級の官庁都市として、 実家学校が設立された。この学校は後に、オーバーシューレフュアイウンゲンと名付けられ、2006年まで上級学年を持たないプロギムナジウムで設けられ、2004年からは全家庭のギムナジウムとなり、ベネディクト・マリア・ベルクマイスターイコールギムナジウムと名付けられた。生徒の対象範囲は、ヘルツフェルト全域である。生徒数は、 ギムナジウム全体で約450人で19クラスに分けられている。SRH 専門病院はかつての軍立病院に由来する神経学脳神経外科学重点病院で重度の障害患者の早期治療やリハビリテーションを行っている。ネイレスハイムの消防団は6つの分団と1つの青年消防団で構成されている。 各地区には一箇所ずつ消防署が設けられている。ヘルツフェルト鉄道博物館と保存鉄道ネーレスハイム修道院の修道院教会結出した見どころが1995年に設立されたネーレスハイム修道院である。その修道院協会はバルタザール・のイマンによって設計された南ドイツ最大のバロック様式のホール建築である。教会内には チロルのシュタイナ・ハームブレンダー出身の教会画家、マルティン・クノラーによる天井フレスコ画がある。修道院教会のシュウォルガンは、1792年から1797年に、オットー・ボイレン出身のヨハンネ・ネポムク・ホルツハイによって制作されたものである。この町や周辺に残る過去の遺物としては、タクシス城、カッチェンシュタイン城、カプフェンブルク城、 カルトイザータールの二つの遺構、ホーホハウスとニーダーハウスがある。中核宿以外にも豪華なフレスコや絵画、装飾豊かな祭壇長堂を有する地区の教会が存在する。ネーレスハイムで最も古い建物が大干所剣射劇大館である。この建物は1531年の火災後に再建されたもので、現在ヘルツフェルト博物館が入居している。 その隣に立つ視聴者は建造年代が確定されていないが1405年に文献で言及されており遅くとも1640年には改築されているこの建物は穀物の詰め替えところとしても利用されていた高い先頭には4つの屋根裏階があり穀物倉庫として使われた長年この建物内に礼拝室を有していた福音主義教会は 1893年に屋根の上に小さな手楼を設けた。その後章は新しい福音主義教会に移された。教会の塔内には18個の金で構成されるグロッケンシュピールがあり、1日3回自動、または手動で民用の旋律を奏でている。旧市街中心部の外側に1600年頃に建造された九0分の1税倉庫がある。 この建物は現在私有物で空き家となっている。不明確な保護文化財指定条件のために他の用途に転用できずにいるのである。この建物に接してやはり保護文化財に指定されている1911年建造の旧郵便局がある。特徴的な道武器の先頭屋根を持つこの建物もやはり私有物である。スポーツ施設ネーレスハイムには市営の屋内プール、 屋外プール、体育館がある。陸上競技やサッカーには400メートルトラックやその他の設備がある競技場を利用できる。その他のスポーツ施設はクラブが所有している。ゴルフ場、テニスコート、射撃場、乗馬施設などである、中核式以外の地区にはスポーツグラウンド、屋内、屋外プール、体育館、祝祭ホールなどを有するところもある。ヘルツフェルトコでは、 水浴、サーフィン、ボート競技が行われる。サッカーシュポルドフロインでドルフメルキンゲンのサッカー部門はビュルテンベルクランデスリーが2部に所属している。このクラブは2000年から2003年までバーデンビュルテンベルクオーバーリーガでプレーしていた。1998年、99年シーズンには WFV ポカールで優勝し、初めて DFB ポカール本戦ラウンドへの参加資格を得た。ジンガースポーツイコールクラブ最大の成功が、別イルクスクラスへの昇格であった。しかし、その後再び降格した。主要な選手が対談した後は、クライスクラス B に属している。SV ネーレスハイムは2008年、9年シーズンに、クライスリーが A に昇格した。グライダー1954年から、ネーレスハイムには、 市の南のフライナースロー9連ページ上に固有の滑走路と施設を持つグライダークラブがある。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。